しにて伊賀忍団の襲撃を退けたのもつかの間、信長のもとに秀吉からの救援要請が届く。備中で毛利勢と対峙していた秀吉の前に流浪の将軍足利義昭を総大将とする幕府最高軍が襲来したという。援軍要請を受けた信長はすぐに準備に取り掛かったが、敵の勢いに押された秀吉は前線を放棄して後退。秀吉は山崎に布陣して敵の進軍を必死に食い止めるも、突破されるのは時間の問題であった。天下一新。陣容はつかめたか。主力は毛利、それに西都衆もで、敵本陣にいるのは将軍様だな。これが野持の企てなら、どこかに伊賀人も潜んでいるはずな。うん、これまでにない厳しい戦になるだろうが、食い止めねば今日を奪われることになろう。勝たねば俺たちは終わりだな。だが勝てば一気に天下を引き寄せられる。皆行くぞ。この一戦で乱世を終わらせてやろう。敵の兵数これほどとは。だが、ひるんではいられぬ。急ぎ秀吉らの救援に向かえ。この日に旧将軍家も潰しておかねば。天下一新。必ずやらしてみせよう。足止めか。急ぎ片付けなら秀吉が危うかろう。私たちも加勢するよ。いいだろ。いや、秀吉たちが危ういようだ。助けに向かうぞ。盗賊せねばなるまい。織田勢が足利を狙っている。奴らの背後をついてやれ。北の三代天下一新、まだなせばせん。この地位で散るなよ。勝利条件変更。出た。私が勝てば信長に勝てるのではなかったか。打ち散る。これがお前、将軍様が先に倒れちまった。だが関係ねえ、どうせこの戦は止まらねえよ。吉明を撃っても終わらないか。俺は最後まで戦い抜くのみだ。吉明様のご無念は我ら毛利が晴らす。織田勢を取り囲んで潰せ。倒さねえと。山中鹿之助、水産。
が現れた。しかも一方を挟み撃ってやろう。少しは役に立てたみたいだ。何をする？よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。奴らに救援させるな。急に秀吉を撃て。始末しちまうか。今死ぬわけにはいかねえ。毛利には悪いが一旦引かせてもらう。情報を仕入れてまいりましたね。Thank you.
ことは捨ておけぬ。今は三太夫のもとへ進軍するほかあるまい。城の制圧、想定よりたやすかったな。さあ、織田を一気にほふってやろうか。拠点を奪ったようだ。兵を伏せておけば後々役立つかもしれない。あやつが毛利元就であるものか。急ぎ正体を暴かねば。俺の役目はここまで。最後に元就公を演じられて楽しかった。家電社会やられたか。この策は失敗だ。織田もなかなかやるじゃないか。この勢いで叩き潰してくれる。いえ、久秀殿、織田を裏切り桃地に組みするか。いえ、俺も容赦はしない。この砦では毛利の要所抑えたことで奴らの動きを少しは止められると。徳川家康、参上いたしました。これより加勢いたします。家康、思いのほか早い到着。これは王冠の急いだ。あるいは。理想の世は、すぐそこに。うちじり、徳川勢、したたいは苦戦に参りました。家康殿がもう一人。先ほどの家康殿は一体。ところが潮時か。皆かかれ、織田を殲滅せよ。私たちの店に戻っている。してるじゃない。姿を変え、皆を惑わすとは許せない。行く追っては、私たちで偽物を倒すのだ。せっかく騙せていたのに。残念ね。の支度を急げ。よし来た。俺と権六殿に任せとけな。一丁決まるぜ。王術の支度はちっとばかし手間がある。邪魔が入らないように。
物騒なものを持ち出してんな。俺たちが止めるしかねえようだ。承知。大鉄の支度を邪魔させてはならん。早急に最下衆を撃退せよ。偽物だったか。おじいさん、もっと強かったしか。急げ、前線の味方に加勢せよ。俺たちにできるのはここまでだ。低いぜ。よし、邪魔する奴らは片付いたな。王術もそろそろ準備できそうだ。な、攻撃さすがに想定内だ。毛利は砲撃にひるんでいる。今が好機だ。潮流事情を奪い返す。皆進軍せよ。ダメ、潮流事情を奪い返すつもりか。そうはさせるか。奴らを撃ち払え。死の周辺の制圧はなく、あとは城内を残すのみ。父上に隠された未来があるんだ。こんなところで倒れてたまるか。長い道のりだったが、ついに大志を遂げることができた、信長。いいや、まだ道半ばよ。これから、この天下を一新せねばなる。十兵衛にも、まだまだ働いてもらうぞ。お前は俺の、懐刀だからな。なあ、望むところだ。この平穏に甘んじ生倉になり下がらぬよう、刃を研ぎ澄ませておこう。真っ白き希望は、これからも守り続けねばな。それこそ、
俺たち使命だろ。守ってみせるさ、永遠にな。で、あれだ。Don't forget to subscribe!